何？チョコレートだと？たわけ！火球の時でもなし、気軽に俺を呼び止めるとは思い上がったな雑種。そも貴様ら凡俗の歌詞などわずかでも俺の口に合うはずがなかろう。俺は何事にも違いのわかる至高の贅沢を。そのようなものを子供にでも押し付けておけ。はっ、語るに落ちたな雑種よ。食事は見た目が8割、中身が2割よ。そのありきたりな包装を見れば味わわずともわかる。金箔をまぶした入れ物に金箔をまぶした黄金の菓子、つまりまぶしいほどまぶい菓子のみが俺の舌に乗る栄誉に預かるのだ。いや、金箔まみれにも限度はあるが、黄金を食べるようになってはミダスのそしりを受けよう。ともあれ、俺はそのようなものに興味はない。だが進化からの貢ぎ物を足毛にする男でもない。ふん、とりあえず受け取ってやろう。所詮数分後には忘れ去られるものだがな。捧げ物とは殊勝な契約者だが、やはり雑種三流よな。王に捧げる菓子とは天に捧げる果実と同義、並大抵のものでは王を侮辱するに等しいわ。ま、今回は特に許すが、努力賞というやつよ。どれ？ほほう、生意気にも手作りではないか。それはそれでよし。ほほう、ほほほう、我が宝物庫の扉を模した作りだな。素材は三流だが心遣いは一流とでも言うつもりか、アホめ。あざといわ、恥を知れ。しかし問題は味だ。真心で腹は膨れぬ。どれ、興味はないが一つまみ。ふんふん、存外に甘いな。はーい、バビロニア運送のものです。チャオ、元気してる？なに、大金と引き換えに宅配を頼まれてね。こちらマスター君のお宅？はい、こちら匿名希望の王様からの品物です。こちらにサインお願いします。わらしべ長者か鶴の恩返しか、シュメルにもこの手の話はあったんだろうね。まあ私としてはこういうのは本人が渡した方がいいと思うんだけど、そこはそれ、王様の事情だしね。それでは私はこの辺で。せっかくの贈り物なんだからちゃんと見えるところにつけておかないとダメだぜ。